あーどうもどうも、はじめまして、こんにちは、 Nice to meet you。 うちの水沢がお世話になってます。嫌な予感はしたが、案の定先輩はあっけに取られてしまっている。俺はもう慣れてしまったが、いきなりこのテンションはやはり驚くだろう。意外だな、水沢の友達ってもっとおとなしいやつが多いのかと思ってた。おとなしいと笠原なんて絶対に結びつかない単語だな。そこまで考えて小野寺と会った時のことが頭に浮かんだ。あの時の笠原は柄にもなくおとなしくなっていた。黒峰に会った時の笠原のようにな。じゃあ俺行くわ、引き止めて悪かったな。いえ、それじゃ失礼します。なあ、今の誰だよ。先輩の姿が見えなくなった途端、笠原がそう聞いてきた。ああ、清永先輩って言って、一個上の人。3年なんかといつ知り合ったんだよ。なんだか小野寺の時の再現をされている気分だ。あの時はもっと、そう、おとなしかったけど少し苛立ってきた。小野寺の時もそうだが、いつ知り合っただのなんだのと詮索されるいわれはない。束縛されているようで気分が悪い。なんでお前に話さないといけないんだよ。いつ誰と知り合おうが俺の勝手だろ。なんでって、そりゃ親友のことくらい知っときたいって思うだろ。あのな、俺がいつお前の親友になったんだよ。せいぜいクラスメートその1だろうが。これはひどいよ。これはゲームの中で村人1っていうのと同じくらいひどいよ。ほら来た。え？笠原から表情が消えた。村人1。俺の放った言葉は想像以上に笠原を傷つけてしまったらしい。あ、何か言わなければならないとは思うのに何も言葉が出てこない。雑踏の中で立ち止まる俺たちはさぞ迷惑だろうに、足も地面に吸い付いてしまって動かなかった。ほんの数秒にも数十分にも感じる沈黙の中、時を動かしたのは笠原だった。俺先帰る。絞り出すような重い声がずしりと胸を押さえつける。これは誠くんの失言でしたな。笠原は返事も聞かずに人の波に紛れていき、すぐに見えなくなってしまった。これがきっかけで絶交とか普通にあり得ると思うな。はあ、本日何度目かもしれないため息をついた。ため息で幸せが逃げるというけれど、俺の幸せは今日一日で相当目減りしたに違いない。俺も毎日30回ぐらいため息ついてるぜ。笠原に謝らなければならない。悪気がなかったとはいえ、あそこまで傷つけてしまったのだ。それこそいつもの明るい顔をあんな顔をさせるくらいに。しかしどうやって謝ればいいのかわからない。正直に言うと、俺は今まで友達同士の喧嘩というものを経験したことがなかった。兄貴との喧嘩もないだろうな、この子は。正確にはそこまで深い付き合いをしたことがなかったのだ。学生時代の友人なんてどうせ社会に出たらほとんど会わなくなる。そんなもののために毎日神経すり減らすなんてバカバカしい。いや、わかっている。これはただの言い訳だ。思えば小野寺も清永先輩も、そして笠原も、俺が何もしなくても向こうからそばに来てくれた。何でもお膳立てしてくれてたんだよな。俺はそんなみんなに甘えきっていて、そのツケが今回ってきた。携帯を握りしめる。時刻表示はそろそろ日付が変わろうかという時間を示している。笠原の家は祖母に生活時間を合わせているために
夜が早いのだと以前聞いたことがある。だとするともうとっくに床についているだろう。明日になったら朝一で電話をしよう。そう決心するとベッドに横たわって目を閉じた。はい、起きてました。暗い部屋の中、笠原は一人うずくまっていた。昼間に聞いた水沢の声は頭の中で繰り返し再生される。いつ誰と知り合おうが俺の勝手だろ。俺がいつお前の親友になったんだよ。クラスメートその1だろ。笠原にとって水沢は一番大切な友達だ。水沢もそうなのだと思っていた。自分以上に誰かと親しくしているところなんて見たことがない。だから水沢先輩。水沢。あ、そうだ、いるではないか。今まで自分が気づかなかっただけで、水沢には他にも親しい者はいる。菊池先生も入れてあげて。自分は水沢の言葉通り、クラスメートその一、その他大勢でしかないのだ。会わなくなってしまえば、すぐにでも忘れ去られてしまう存在。忘れられる。水沢に忘れられる。彼の記憶から、彼の意識から、笠原直樹が消えてしまう。机の引き出しを開け、奥にしまってあるものを取り出す。古びたクッキーの空き缶は笠原の宝物だったけれど、今は忌々しい過去の象徴に見える。水沢もなのか。水沢もこうなるのか。色褪せた手紙のようにどんどんと記憶の中から薄れていくという。そんなこと認められない。水沢は特別なのだ。他の誰が自分から離れていったとしても、水沢だけは。どう気持ちを込めて読めばいいのかわからないんです。こんなに病んだことないんで。俺の心も病んでるけどさ、こんなに病んだことないわ。誰かに執着するとかね、そういうことはないな。耳元からは電話の呼び出し音が続いている。響いている。携帯を握る手がわずかに汗ばんでいるのを感じた。もしもし。あのさ、俺水沢だけど。ああ、気まずい。それでも意を決して口を開く。あの、昨日のことなんだけど。うち来いよ。え？会って話そうぜ。ああ。確かにこういうことは直接顔を見て言うべきかもしれない。今日は学校も休みだし、腹を割って話すにはいい機会だ。じゃあ今から準備してそっち行くよ。家知らないから、お前ん家の最寄り駅を教えてくれ。ああ、うち学校の近くだから、校門前で待ち合わせしようぜ。ああ、わかった。学校の近くに住んでるのか。笠原の家は学校の近く。知らなかった。いや、知ろうとも思わなかった。1時間くらいで着くと思う。駅に着いたらメールするから。わかった。俺も準備しとく。うん、じゃあな。ああ、待ってる。罠の予感がするぜ。電話を切って出かける用意をする。リビングに行くと兄貴がソファーでうたた寝をしていた。
そんなとこで寝てたら風邪ひくぜ。珍しいな。最近仕事が忙しかったみたいだから疲れているんだろう。おっと、ここで選択肢。起こす、起こさないと。セーブをまずしときましょう。また30番来たね。何回回ってんだってくらいセーブしまくりながらゲームをしているわけだが。まあここはどっちでもいいんだけど、起こしてみよう。起こして笠原んち行ってくるからとは言わないのかな。起こすのはかわいそうだけれど、黙って出ていくとあとは面倒だ。兄貴、兄貴ってば。ん？ああ、まこと。こんなところで寝てると風邪ひくぞ。俺ちょっと出かけるから。ああ、わかった。遅くならないうちに帰ってこいよ。あ、ハンカチは？持った。起きた途端に世話を焼き始めるとは、どこまでブラコンなんだうちの兄貴は。人の気も知らないで、兄貴は今日も兄貴だった。他人の心の中なんてわかるはずもないか。わかるはずもないし当然か。わかっていたらそもそもこんなことにはならなかったのだから。行ってきます。俺の気持ちとは裏腹に、外は嫌味なくらいに晴れ渡っていた。耳元の携帯電話からは通話終了の電子音がする。さっきまでここからは水沢の声が流れていた。1時間か。ちょっとその顔、目が死んでるぜ。それだけあれば十分準備ができる。幸い祖母は夕方まで外出中だ。咎められることはない。水沢、さて準備をしなくては。通い慣れた道を歩き、校門前に到着する。休日ということもあって校門に人気はない。部活は合っているようで、グラウンドの方から運動部の掛け声が聞こえてくる。それでも平日に比べればだいぶ静かだ。清永先輩もいるのかな。見回すが、まだ来ていないのか。笠原の姿はない。ちょうどいい。少しは心の準備ができる。謝る準備をしておこうぜ。まずは昨日のことを謝って。あ、でも笠原の家に行くんだよな。だったらそっちについてからの方が。いやいや、こういうのは初めに言っておくべきじゃないのか。でも笠原が家でって言ってたし。ぐるぐると思考が巡る。こういう時の対処法なんて教科書には載ってない。当然だろ。先に、いやでもやっぱり。何ブツブツ言ってんだ。うわ、突然声をかけられて飛び上がる。ビビりすぎだろ。10センチは浮いてたぞ。そんなわけあるか。急に声かけるからだろうが。ははは。じゃ行こうぜ。あ、おう。いつも通りの笠原の様子に拍子抜けしてしまう。会ったら真っ先に謝罪しようと思っていたのに、タイミングを逃してしまった。でもなんか気にしてない感じだったしね。駅とは反対の方向に歩いて行く。道を一本外れると住宅街になっており、いつもの通学路とは全く違う雰囲気だ。時折犬を連れたお年寄りや自転車に乗った小学生とすれ違うが、それでも人通りはかなり少ない。先導する笠原は足取り軽く、スタスタと歩いて行く。どこか上機嫌に見えるのは気のせいだろうか。そうやってしばらく進んでいくと、大きな日本家屋が見えた。